渋谷から表参道に移動してきました。表参道のある善光寺に来ています。まあ立派な、はい、景観ですね。なんでここに来たかってことなんですけども、この方の石碑が残っております。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、よいしょ。高野長英大先生ですね。この方がですね、まあ、最後に、バックの、まあ、追っ手に捕まるんですけども、まあ、ここら辺で捕まったというふうにされてるんですね。はい、なのでここに石碑があります、うん、はい、まあ、これも英語で書かれてますね、はい、全体はこんな感じです。先生、表参道って言いました。あ、表参道ですね、はい、表参道にこんなとこあるんですね。初めて来たんですけど、はい、善光寺ってお寺ですね。そうですね、善光寺ですね、はい。でこちらには高野長英のお墓というか、そうですね、石碑というか、石碑がありますね、うん、はい。ですから今日ちょっとここにお邪魔することになりました。はい、先生、高野長英って、はい、あの幕末の人ですよね。そうですね、はい、でこれは高校日本史でも出てくる名前じゃないですか。出てきますね、はい、うん、でなんか武術夢物語ですね、はい、うん、であの渡辺火山たちと一緒にあの晩鐘の獄という、そうですね、そういうのに触れたっていうふうになっております。はい、岩手かな、うん、ね、水沢のお医者の家系ですよね、うん、はい、まあ、水沢っていうとね、うん、後藤新平なんかが出身で有名ですけれど、うん、で長崎のシーボルトですね、はい、で鳴滝塾で西洋の医学だけじゃなくてこう学問を学んだんで、まあ、だから学者さんですね、うん、医者であり学者で、当時の代表する知識人って感じですね、はい、であの当時シーボルトが開いてた塾は鳴滝塾ですよね。はい、そうですね、うん、はい、特別にあの長崎の出島からちょっとこう外に出ることがシーボルトは認められていて、長崎の郊外で開いた塾ですね。だからあれ本当特別待遇だったんですね。特別待遇ですね、はい。で、あのシーボルトにはそのなんか女の人もつけられて、そうですね、あの、まあ、現実馬っぽく、はい、それでシーボルトの先生のこう意向を聞きつけて、はい、全国から長崎に留学するという、そうですね、うん、その中に高野長英さんもいた。そうですね、はい、で宇和島からも二宮啓作っていう、はい、あの3回ですよね、はい、後の、はい、うん、そういう人もあの来たって聞きました、はい、うん、まあ、蘭学を学びたかったらシーボルトの下でっていうのが結構この時代はよくあった。あとはまあ江戸に知覧堂っていう、これも学問塾なんですけど、はい、まあ、そこで学ぶかどっちか。でもやっぱりその、まあ、これはちょっと今もそうかもしれないですけど、ネイティブの人に学びたいっていうのがありますよね。だからそうすると、うん、オランダ商館の医者っていうことで、まあ、オランダ商館長の健康とかをこう見る人っていうことで、うん、ドイツ人なんですけどね。オランダ人のふりしてきたんですね。そうなんです、うん、はい、で幕府のオランダ通じも見抜けなかったっていう、はい、ね、まあ分かんないですよね、うん、この時代でもね、はい、で敵塾はどうだったでしょうか。うん、尾形考案の敵塾ですね、うん、まあここはまあ基本医者ですよね、医学を学ぶっていう感じなんですけど、鳴滝塾の場合はまあもちろん医学もそうなんですけど、それ以外のこともっていう感じですね、はい。で今の長崎から見たらあの非常に町の外れみたいなところにあってですね、そうですね、鳴滝って、はい、でそこにポツンと今でもあの当時のシーボルト先生のお家が博物館みたいになって、はい、残ってるんですが、はい、やっぱりあの若き日の高野長英が残したレポートですよね、うん、なんか綺麗なオランダ語で書いてあるんですよ。あ、そうなんですね、うん、だからあの、あ、真面目な生徒やったよなっていうねそう思いました。いい生徒ですね、はい、真面目に聞いてくれる生徒はいい生徒ですね、うんうん、ところが当時すでに二宮啓作と高野長英がシーボルト先生こんなことやってて大丈夫だろうかっていう、そういう会話もあったというのを聞いたことがあります。すで、はい、にいろいろ情報収集してましたよね。してましたね、江戸にも行ったと聞いたんですよ、シーボルト。あ、僕あのオランダ商館医ですから、まあ、当然あの商館長が江戸に行く際にはもう当然ついていかなきゃいけないって言ったら変な言い方ですけど、追行するっていう、まあ、それは彼の仕事ですよね、はい。でそれでいろんな植物とかをスケッチしたり、はい、であの楽しかったようですね、はい。だけどそこでなんとあの幕府天文型のあの高橋景康ですね、はい、それと出会って、なんかあの高橋景康さんがどうしても知りたい本があったんですよ、うん、でそれをまあ要はシーボルトが持ってると、でくれと言ったんですよね。で当然ただでくれるわけないと、まあね、お主日本の地図を持っておろうという、はい、ね、あの地図は金星でござりますとか、うん、ならば渡せぬぞっていう、そうですね、うん、はい、
結局高橋さん渡しちゃったんだよね。そう、伊能図を結局渡したんですけど、軍事機密ですからね。そもそもその伊能忠敬が蝦夷地から測量を、始めたっていうのも幕府のこうね、いわゆる援助が得られるだろう、ロシアが接近してきてるから、蝦夷地の地図作成は幕府もやりたいだろうっていうことで、始まったもんですから、もう当然軍事機密で持ち出しは厳禁ということなんですけど、天文型だとそこら辺がね、自由にっていうと変な言い方ですけど。で、そのままシーボルトさんは鳴滝に帰ってきて、はい、そしてだんだん帰国の日も近づいてきて、はい、ですから高橋景康としてはそのままシーボルトがオランダかどっかに持って帰って、そこでなんか後で懐かしく流れてくれるぐらいなら、害もないんじゃないかと思ったんですよね。なかったことになるだろうぐらいに思ったんですよね。分からなくはないですよ、基本そうしようね。ところがバレちゃったんですね。なんか嵐になってですね、シーボルトさんの船が難破して戻ってきて、そして荷物が散逸して、それを集めている中に日本の地図があったと、幕府は仰天したでしょう。でしょうね、でそれで結局高橋景康さんはもう捕まっちゃったんですよね。そうですね、捕まって、多分死刑になるんだったと思うんですけど、獄中で病気で亡くなって、ただこれ幕府としては良かったなって感じですよね。結局これが死なないで、例えば牢獄に入れてたってなると、結局最後判決出さなきゃいけないじゃないですか。でやっぱり罪考えれば死刑になるんですけど、これ死刑にしちゃうと、これいろんな、やっぱりその高橋景康もすごい人脈のある人、お父さんももともと天文型の高橋義時ってね、これも受験でも出ますけど、だから言い方良くないですけど死んでくれて、で一応死んだんで、一応バックとしては、本当は死刑にするつもりだったんだけどみたいな感じで一応こう処分を終わらせてて、言い方良くないですけど死人に口なしじゃないですけども、そんなに大きな影響にならずに済んだっていう。地図も取り戻せたし。で、高野長英なんですけど、もうこの時には長英はもう帰ってますよね。帰ってて、そうですね、長崎からは、自分で医者としてっていうことですね。でそれもやっぱ江戸に出てくるでしょうか、長英さんは。そうですね、やっぱり蘭学っていうことでいうと、やっぱね、長崎、それはシーボルトがいるからってことだし、オランダ人がいるからってことなんですけど、やっぱあとは江戸なんですよ。その大槻玄卓っていうのが、そのさっき名前出した四蘭堂っていう蘭学塾を開いていますし、であとはそのさっき先生がおっしゃったんですけど、オランダ商館長っていうのが結局定期的に江戸に来るので、で長崎通事も一緒に来るんですよ。でオランダ商館員も一緒に来るんですよ。で例えば皆さんが知ってるところで言うと、前野良沢とか、杉田玄白が江戸でその解体新書の翻訳をやったとかっていう話が有名ですけど、あれも結局分かんないところは全部長崎通史とか聞いてるんですよ。これどういう意味なんですかみたいな。でだから何年もかかるんですよね。結局その長崎通史がそんなにしょっちゅう来るわけじゃないんで、年に1回とかなんで、すいません、今お時間ありますかみたいな感じでこう聞くっていうことで、だからその意味で言うとやっぱ江戸ですよね。高野長英っていうのは幕府から見ても結構使い手のある人物になりそうですよね。そうですよね、有能な人物であることは間違いないですね。ところが高野さんはその武術夢物語という、これも日本史に出てくるんですね。出てきますね、はい。それで余計なこと言っちゃったもんだから、南町奉行の鳥居養蔵、あの男に目をつけられて、もう牢屋に押し込められちゃったって聞いたんですよ、妖怪です、妖怪、有名な蛮社の国っていうやつですね。モリソン号事件という事件で、そのモリソン号っていうのがですね、アメリカの商船なんですけど、で日本の漂流民を助けてくれて、でそれと一緒に、なんか通商を要求してくるんですけど、バックは当時異国船チャーレーで出してるんで、打ち払うんですよね。ところがその当時上海に、モリソンっていう結構有名なイギリスの宣教師がいて、だからそのモリソン号っていうのがモリソンが発見した船だと思ってたみたいなんですよ。だからつまりイギリスの船だと思ってたみたいで、要はイギリスって当時に産業革命が終わってる強国ですからね、その船を打ち払ったんかっていうことで、そういう情報をこう、なんていうんですか、やっぱりその高野長英とか渡辺崋山レベルになると奉行所とかから情報が入ってくるんですよね。でなんかその情報でやばいよそれはみたいな感じでこう意見書書いたのが、武術夢物語ですね。なんかこんな夢を見たんだみたいな、一応体裁にして幕批判にはならないようにしたみたいなんですけど、中身読んだら完全な幕批判なんで、渡辺崋山の新規論よりはマシですけどね、渡辺崋山の新規論はかなり思い切って幕批判してるんで、新規論の方はだから世に出なかったっていう話があるんですけど、そうすると鳥居養蔵からしたら、顔に泥塗られたってことですよね。そうですよ、簡単に言うと、で
小出馬町に、はい、そうですね、あの今も樹脂公園ってあるんですが、あそこがもしかし刑務所だったらして、そこを掘り込まれて、そうです、なんとそこから脱獄しちゃったという、そうですね、高野さん、はい、あとなんか少年に、うん、おいおいって感じでさ、あの火つけてくれたらなんか、はい、なんかこういう利益があるぞとかって言って、はい、実際少年が火つけて、はい、高野はそれで逃げたようですね。そうですね、たまたま火事が起こったっていうふうになんか結構言われてたこともあったんですけど、うんうん、近年はもう高野長英が消しかけて火災を起こしたっていうのが、まあ、研究者でもそう言ってるんで、読んだんじゃないですか、吉村明さん。そうですよ、長英逃亡ですよ、はい、長英逃亡ね、うんうん、まあ、有名な小説ですけれど、うんうん、あれ正しいですね、まあ、正しいって大筋はこうですね、まあ、そのだから消しかけて火をつけさせて、で江戸時代って大きな火災が起こると切り離ちって言って、うん、とりあえず逃げていいぞみたいな、お前ここにいると死ぬぞみたいな、逃げていいぞみたいな感じのことがですね、これ明暦の大火の時から行われてるんですよ。でただし、まあ、火災が収まったら戻ってこいよと。でちなみにそれで戻ってくると、まあ、罪が少し軽くなる。正直な、そうそう、お前いいやつだなみたいな、まあ、だから儒教道徳ですよね、もう江戸時代っぽいなっていう感じがするんですけど、で、ちなみにそのまま逃亡すると死刑っていうことになるんですけど、まあ、高野長英はそのまま逃亡したということですね。帰ってくるわけないです、ね、そう、帰ってくるわけないです、自分で やったわけですからね、はい、でその後一旦水沢に帰って、はい、でその後もう逃避行で、うん、宇和島まで行ったらしいですよ。ね、最初三沢まで行って、うん、でなんか埼玉の方に一時期いて、うん、でその後なんか宇和島ですよね、伊達僧正ですよね、要はあれに保護されて鳴滝塾の、まあ、要は同門つながりですよね。でそれで宇和島に、二宮警察、そうです、そうです、うん、はい、ってことは宇和島藩から見てもこいつはいちゃいけないんだけど、ただ二宮警察の推薦もあるし、これも素晴らしい人物だし、うん、あと伊達宗成がやっぱ解明的でしたから、そうですね、はい、でこの時には翻訳をやってたんですよね。そう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 、しかも別に医学の翻訳っていうよりもその解剖というか、はい、国防というか、はい、大事なことでしたよね、うん、だからやっぱりその伊達僧正というのは面白いですよねだってそれバレたら怪奇もんだろって話なんで、はい、でちょうどその伊達宗成の頃にちょっと時代が下がりますけど、はい、村田蔵六とか、そうですね、はい、あるいはこのシーボルトの娘さんでイネさん、ね、シーボルトイネさんとか、はい、やっぱり来るんですよね、宇和島ね。でだから案外あの時代の宇和島って先端、最先端行ってたんですね。まあ場所的に考えても、うん、江戸時代ってやっぱ船なんで、うん、輸送というか交通の中心が、うん、で我々ってどうしても海って行くと陸を隔てるもんだっていうふうに理解しますけど、多分宇和島の人たちからすると、いやこの海で大分とか行けばいいんだよみたいな感じの発想だって考えると、多分長崎もそんなに距離的に遠くない、この海で江戸へも行けるぜと。そうそうそうですね、うん、だから結局その敵塾つながりと鳴滝塾つながりが宇和島には人脈としてあったっていうことじゃないですか、うん、まあ大阪なんてもう瀬戸内海をそのまま行けばいいわけですから、うん、だからそういう意味で言うと宇和島っていうのがこの当時、まあ、伊達僧正がいたっていうのもあるし、10万石の大半ですからね、うん、まあ、だからそういったところで経済的なある程度ゆとりもある、だからそういう、まあ、なんていうんですかね、学者とかを保護することができたってことですね。私もまあ、物心ついてから語学を志して、はい、そうですね、はい、でそのやっぱり語学の師といいましょうか、それがやっぱり井上茂吉さん、はい、海軍のそして今回の主人公高野長英、ね、高野長英さん、そしてもう一人アナーキストの大杉栄さんというですねなるほど、この方々の語学力は確かだったと、なるほど、うん、そう思ってるんですよ、はい、このお三方だけはちょっと私の師匠かなっていうふうに思っていますので、はい、だから高野長英もこの宇和島にいたっていうんで、僕も宇和島に行きましてですね、あ、本当ですか、うん、やっぱね、市の何箇所かにね、ここに長英の隠れ家みたいなのが、はいはい、今も残ってるんですよ、うんうん、なんか地元の人全然分かってないんだけど、うん、けどそこにもやっぱり幕府の追及の手が来たらしくて、うん、なんとここへ帰ってきたんですよ、江戸に戻ってきたんですよね、うん、ただ妻と娘がいたっていうのは大きいでしょうね。そうですね、だからなんとかやっぱご飯を食べていかなきゃいけないっていうのはあるんで、まあ、彼はやっぱり医者ですからね、うんうん、まあ、だからその医者で食べていくってなると、やっぱ江戸の方がいいんですよね、まあ、言い方よくないですけど、あんまりこう蘭学の医者がいないようなところで蘭学医やってるとやっぱ目立つわけですよね、うん、でその目立つと、あの先生ってどういう人なのかなってなって、おーいみたいな感じになるんで、江戸だったらやっぱそんなに、まあ、なんていうか蘭学医もまあ珍しかないって言い方だとちょっと極端な言い方になりますけど、ってことですね。だから沢三博という名前に変わり、はい、
顔を硫酸で焼いたというふうに、うん、そこはね、なんか諸説あるみたいですけどね、まあ、けど焼いた方がちょっと失礼ない方ですけど、まあ、おーってなるでしょうね。けど余計目立つんじゃないかという気がしなくはないですけど、うん、そこにやっぱりあの吉村明さん の、 あの小説ではね、やっぱり江戸 の、 あの各藩邸に人相書きが出てるんですよ。人相書き、あと国語に関するその卓越した役所が出てると、はい、この役所は誰が長英しかおらぬっていう、これで小伝馬町にいた時の同じ囚人同士のつながりでね、 はい、その囚人にお前こんにちはって声かけてみろって言われて、あ、高野先生、いや思わず振り向いちゃうじゃないですか、うん、それで、あ、長英だと分かって御用だって、あの夜中に踏み込んだみたいな、そういう描写があったと思います。そうですね、だからその踏み込んだあたりがこの青山ですね、はい、南青山からもうちょっとあっちだと思います。そうですね、はい、南青山の5丁目かな、うん、はい、ちょうど今骨董品通りとかっていう、そうですね、この辺だと思うんですね、はい、うんうんうん、そうそうそう、で、あのおそらくこちらにあの埋葬されたのかなって言ったからさ、はい、だけど今思えば日本の国宝という、うん、ちょっと20年ぐらい時間が経ったらもう勝負の課題になってくる、うん、それをあの高野がもう心血込めてやっていて、でそれをあの幕府が撲殺したっていうのは、私はもうあの心痛む限りなんですが、10年20年遅ければねっていう、もっと別の形で名前が残った人だったと思うんですよね。高野医者ではない、もっと統合してくれる、そうですね、まあ薩摩ぐらい言ってくれてれば、そうですね、だからちょうど工事あたりの時にあの、はい、そうなくなってると思うので、はい、50年ですね、うん、だからもうフェリーが来る、そう、直前なんですよ、うん、もう本当に、うん、まあ先生の英語の師匠というか、まあ、あの語学の師匠ですね、語学の師匠ですよね、はい、ですね、だからあのやっぱり本当に ABC とか文法を習うというよりも、うん、生き様を見せてくれるというのが結局あの本当の師匠かなと思っておりますので、その意味で言うと時空関係ないぞと、うん、その意味であの高野長英だって別に夢物語になどバカなこと書かなければですね、そのままあのあいつな暮らしも待っていただろう、ああ、そうですね、けれどあのやらねばならぬと、うん、それは今の目から見ても本当に正しかった、うん、そのことで言うとその勇気と、そしてあの語学力と、あと逃亡の実行力ですね、あのおかっぴが踏み込んだら布団がまだ憎いっていうさ、うん、そういう逃げ方してたっていう、はい、まあちょっと吉村明さんのちょっと脚色があったかもしれないけど、はい、だからあのよくやったなと思います、ね、だからこの時代にやっぱ蘭学を学ぶっていうこと自体、その解体新書を訳出したい刊行するときに、まあ、その前の良太とか杉田、まあ、特に杉田玄太なんですけど、かなりやっぱ大丈夫かっていうふうに、まあ、つまりその西洋人の学問を学ぶっていうこと自体が、まあ、その色眼鏡で見られた時代にあんだけその、まあ、きちんとね、その語学も含めて学問を学び、でしかもそれをまあ実践にやっぱ生かしてたっていうのが、その高野長英のやっぱそのすごいところですね。なんか僕らってどうしてもその受験に関してやると、ああ蘭学学んだ人が何人かいるんだよみたいなのの一人みたいな感じなんですけど、まあそうではないんですよ。それがいかにあの当時の時代を考えると大変なんだっていうことですよね、うん、しかも統合やってますから、そう、あの大変さたるやってことですね。あのまさしく結物かなというふうに思います、はい、おっしゃる通りだと思います、うん、はい、この表参道、まあ、あの今日、ね、タクシーで移動するときにもあの両側に華やかなお店があって、うん、そうですね、もう誰も長英のことを、はい、あの忍んでこんなところに来ないのですが、やっぱり少なくとも我々ぐらいはちょっと長英先生の、ね、ね、元へ来たかったですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん分かりますかね、凍ってますね、ほら分かりますか、凍ってます。関東、まあ今年一番の寒波ということで凍っております。これ取れません。はい。